それではやっていきましょう。お願いします。グランドファイナル、はるか選手のルカリオ VS アザラシ選手のアイクです。よろしくお願いいたします。横 B 最初から突撃していた。反転つかみ、いつ反転したの。空中前、反対の台に追いやる。空中ニュートラルからつなぐことができず、ダッシュアタック通した。サイドダッシュアタック、またダッシュアタック。空中機動力の高いルカリオに対して強気の技を振っていった。掴んで空中へ、空中に取る。下強から展開を取っていく。ニュータルダウンしてるよ。上強を作ってカウンターに対して何もしない。天空波動弾、大きいのが当たっていった。波動弾すかし投げから空中前、上スマッシュまた見ているぞ。新速の攻撃判定を当てようとしたルカリオに対しては上スマッシュで取ってやろうという意思ですね。波動弾キャンセル、天空暴れ、前に出てる。ニュートラル当てて着地狩り、ダッシュアタック暴れている。さあ1本通したいルカリオ側。アイクもあとワンタッチでいくが、ハッケまだ飛ばず。アートスキキャンセルから掴んでダッシュアタック、前に行きたいところに通していった。横強 CV 技でしっかりと拒否を通していきます。波動弾天空で避ける。空中ニュートラル、すかし投げから空中前、下強ですくって暴れる。ルカリオ側、これは激戦までつないだ。空中前、新速に対して空中ニュートラルで圧をかけていく。掴んで 40%、 さらにつなぐか。空中前、空中前投げて火力追いついたぞ。しかし投げる、空中した。さあ空中ニュートラルが当たれば決戦まで見えるか。横強ギリギリ飛ばない。上強バストも狙ってるぞ。空中前で返して呼んで空中上、最後の技を当てたのは遥か選手。さあやっていきましょう。2本目、試合展開は新井選手が握っているように見えましたが、やはりルカリオの破壊力と堅実な立ち回りが見せた勝利となりました。2戦目、さあ先ほど食らっていたダッシュアタックを見ています。掴みに対して上強で取って着地がり展開。さあ空中機動力が高いぞルカリオ。上スマッシュ、いや下スマッシュですね。空中しろ、波動弾当たる、ジャンプがない。ニュートラルから空中へ繋がらず、掴んでまた掴みを狙ってる。さあ遥か選手が掴み返して 28%、 40、 58。さあこの波動をしっかり活かしています。
深め75、まだ生きてる、空中しろ、復帰が難しい、ポケモンスタジアム2。さあこのミスが響くかどうか、天空、天空カウンター、ダッシュアタックとして天空一緒にいった。さあこの状況、アイクがやりたいことをやった形になりました。横強、横強、空中した。さあ堅実に火力を取っています、はるか選手。下投げから空中へ、空中しろ 40%、 ジャストシールド、空中インタルが最後の方の自作が当たっている。上強対空、回避を見て、しかしはるか選手先ほどからこの状況から試合を返している。掴んだのはアザラシ選手、下強から空中へ取り返していった。さあここぞという時の道連れが出ましたね。やっていきましょう、3戦目ステージは村と町。さあ最初の展開を取っていったのはルカリオ側、よし火力を取って展開、火力5分、暴れて空中前、対空取る、空中でつないで横スマッシュ、本人から暴発という言葉が出ました。これは狙っている上スマッシュ、キャンセルから空中白を狙ってる、対空の空中上見ています。波動弾大きいぞ、撃墜、ダッシュアタック通して、空中へジャンプが間に合わない、ジャンプが出ていましたが高度が足りませんでしたね。横尾後ろに当たってるぞ、空撃を救って暴れを読んで空中へ 44%、 つないでつないで、ダッシュアタック、天空波動弾当たる、天空暴れる、波動弾でガードを削る、空中に打ったら当たって空前で返す、噴火。さあ怖いぞこの状況、どちらも撃墜パーセント、横強、横出して狙ってる、掴んで着地狩りか、ジャストシールド、また掴む、展開を取って難しい復帰通していく、空中白消して上強で差し返して撃墜、投げて空中白、さあ火力が取れてるアイク側、その場回避から横強外に追い出す、パイヒアガリ通って掴みから空中へ、空中へ横強また外に追い出す、波動弾当たらず、
空中した。横気を取らず空中手を通していった。さあルカリオというファイター全然あります。しかしアイクがまだ冷静です。投げて、さあ外に出す、つかみ、空中に打たれる1段目でつかむ。これは下強から空中前で撃墜していく。どうして俺の前に立った。リセットまであと一歩のアザラシ選手、逃げ切りたい遥選手。やっていきましょう。4戦目、ステージ変わらず村友知ダッシュアタック、さあ細かい火力を取っていきました。はるか選手のルカリオカウンター、空中にいたら当たったが回避の方が出てしまいました。さあ若干のリードを取っているのははるか選手、掴んでうまいぞ。ニュートラルから空中前、真ん中に戻して空中後ろ当てて、キャンセルからジャンプに対して当てるような空中後ろが見えました。下強から空中前、先ほども見せました空中下1段目から横尾につないでいくがまだ激戦には至らない。投げて、さあシールドがカツカツだ。滑りよく今日通していった激戦、ダッシュアタック振ってるぞ。キャンセルから空中した、ハードオーダン、投げてダッシュアタック、もう空中前、さあ細かくつないでいきます。植木を対空、さあ掴みが届かず、アッシュアタック持続当てていきます。アッシュアタックに返して上スマッシュ、さらに外に出すぞ。さあハードオーダンキャンセルの撃墜を狙ってるようですが空中ニュートラルで撃墜。横スマッシュ投げから火力を取る、さあ対空の意識を見せていますアザラシ選手のアイク。ニュートラル空中前掴んでまだ飛ばない、下スマッシュ見せています。天空で展開を取り返してしっかり上がることができました。はるか選手横尾狙ってきました。空中しろまだ切る、カウンターどうしていった。投げから展開取るぞ、展開取るぞ、ハードオーダンシールドが半分ほど削れて1枚から 15% ラッシュアタックとして 30% 投げて46弱、細かくつないでハードダウン、空中へまだ飛ばない、新速で帰っていきます。アイクウエキをガードしてダッシュアタック、持続が当たってバーソー。さあ追い上げるアザラシ選手、逃げ切りたいはるか選手、掴んで空中へ36 47
対比を見て57かね、展開取ったぞ。また見た、波動弾キャンセル、掴んで上だぞ。天空暴れて抜けてる、空中に取る、あジャンプがなかった。あれこれ2-2です。さあフルセット並んでいきました。はるか選手リセットかけるか、アザラシ選手勝ち切るか、はるか選手いきます。さあ5戦目やっていきましょう。お互いの運命をかけた一戦になります。さあ慎重な差し合いになっています。さあ弾を巻いて展開を落ち着かせたいんですが、さすがにアザラシ選手ここまで早くでやってきた弾の処理も慣れています。空中した転がりを読んで火力につなげてダッシュアタック。さあ火力がしっかりと取れているルカリオ、さあ無理はせず、しかしハードダウンしっかり当てていますね。対空でああ当てて火力を取る、火力を取る。さあしかしルカリオも強くなるぞ。状況5分、ファースト力はルカリオの方があるか。空中前横尾固まったらバーストしてるぞと言わんばかり空中しろ。先制していたのははるか選手、空中上空中上 35% 美味しいぞ。波動弾投げて回避が間に合ってメテオ通していった。少し外側に入れたように見えましたが、それにも当たっていましたね。後ろ側の空中をやってて空中ニュートラル 18% 画面を狙って空中前空中上。さあ少しリードは取れています。はるか選手このリードを達成したい。ダウンしてしまった、横スマッシュ撃墜、逃げ切れるか、優勝まであと一歩。はるか選手暴れていく、アザラシ選手まだ牙は折れていない。横強見ています、空中ニュートラル当てて空中へ避ける、空への暴れる、しかし空中ニュートラル空中へ完全にゴムです。さあじりじりとするター試合天空、さあ細かく火力をつなぐ、少しミスが出たか、逃がさないはるか選手暴れている 19%。 上強から空中に取る、空中前空中上、美味しい美味しいぞ。さあルカリオここからどういったバーストコースか、アイクがもう少しパーセントが欲しいか。波動弾通して打球を迫っているぞ、横スマッシュつかみ届かない、ニュートラルニュートラル空中へ、ニュートラル空中へ、空中へ当てていった。アザラッシュ選手リセットを決めた。ポップオフ前に進む、さあこの試合まだまだ続きます。アザラシ選手レシセットをかけました。
俺が勝つだけど。やっていきましょう。グランドファイナルリセット。3本取った方が優勝となります。つかみ展開取って上げ分身を見てる。さあ投げから火力を取って高いぞ。よくて上強空中ニュートラル空中前うまいぞ。空中上回避でしっかり打ってる。ニュートラル当たらず横尾通してバウンドで DA が当たりませんでしたね。しかし横様見えましたが避けていった掴んで着地外展開空中へ素直にいった。投げて早いぞ。さあこの空中ニュートラル一段で低い展開を振ろうとしています。投げ天空影無心横スマッシュまだ飛ばない。補正がない分波動弾当たる。空中しろ投げて ニュートラル当たって空中前堅実に稼ぐ。上京体育掴んでおっと届かない当たらない。さあ波動弾抜けきつい。さあ上京つないで投げていい火力取れてるぞ。地空した暴れ見てる。さあ慎重にゲームを作ってきます新井選手。当たったぞ。キャンセルから空中しろ。ダッシュアタック通らず投げ込ん高いぞ。波動も溜まってる。横スマッシュ見せてるぞ。おっとこれは暴れてる。横スマッシュまだ飛ばない。波動弾さあ追い上げることができるか。ラスト一発を通すことができるか。遥選手横尾掴めず横強で返されていきました。横強を追い出して掴んで掴みの判断が早いですね。回避を見てまた飛ばす US スマッシュ横スマッシュ返していった。1本目取ったのは遥選手。先ほども言ってましたこの1本はでかい。さあ狙うは 3-0 といっています。やっていきましょう。リセット2本目やっていきましょう。さあ序盤の火力を取っていったのは遥選手ですね。ラインも取れています。冷静さあルカリオ序盤でもこういった少しずつの火力が大事になってくるんですね。約3段目長いぞ。空中前から空中前
波動弾ダッシュアタック通した。ジャストシールド空中に打たれる、空中に打たれる、空中へ撃墜まで持ってった。空中前、空中に打たれる。さあホビに対してしっかりとリスクをつけています。アザラ選手反対側まで持ってって 50% 投げて前、また見てる。ニュートラル、空中前、空中しろ。さあこの試合ルカリオの飛びに対して高い リスクをつけてますね。これ上京影虫見て外に出す、天空狙う、空中に取られる、空中前、空中前でつないで波動弾、このハケは飛んでいった。追いつけるか、はるか選手掴んで空中前、上京、空中上、火力高いぞ、 61%。 通して技通せるか、84。後ろ側天空ジャストシールドから投げて、苦しい状況は苦しいぞ。まだ起死回生の一発を当てることができるか、回避を見ていた。空中へまだ飛ばない、波動弾まだあるのがルカリオ。ダッシュアタック通らず、空中へまだ耐えてるぞ。上京これもバース技だ、掴んであるか、空中ニュートラル暴る、さらに空中ニュートラル暴れたのはルカリオ側。削る削る削る、空中でしょ、あ撃墜をしていった。これもルカリオ、この一歩はでかい、みんなこれが見たかった。この一歩はでかい、激アツですこの試合。めちゃくちゃ熱い、盛り上げ上手ですね、はるか選手。やはり早期撃墜を取っていたのはアザラシ選手のように見えたんですが、試合後半一気に持っていきましたね、はるか選手。やっていきましょう、3本目、このままストレートで勝ち切ることができるか。ニュートラル、細かい火力、まあ、先ほどと似たようなゲームメイクになってきました。ニュートラル、ダッシュアタック後ろ側当たってダッシュアタック通す、まだまだ撃墜が遠いか、掴んで87。これはおっとコンボミスか、下京から空中前、簡単な方でいったが噴火、はるか選手狙っています。アザレ選手ボソッとルカリオの横島に対して後隙がないということを漏らしました。波動弾ガード削れてるぞ、空中しろ、この着地狩り避けれるか、新速硬直が長い、狙っていくが上京でファーストストック取っていったのはアザラッシュ選手。横強一段前に投げて天空暴れ、空中前で作って横スマッシュ、 N からつなぐ、 N から展開取って前、さあおっと後ろ側の空中やってていきましたね。さあしかしはるか選手も撃墜の狙える技を振っていますが、 NN 空中上、なんかこの光景見たことあるぞ、あるのか、上からさらに上に空中に打たれる、波動弾耐えてる、
空中へ撃墜。あるのか、なんかさっきも見たとこの状況。空中前、空中しろ、投げる、また投げる、空中した、上気を見せてるが、またつなぐ。あれ全く一緒の展開。さあ遥選手じりじりと追いかける、空中した、ダッシュアタック、よきに倒して、よかった場所も見せてるぞ。横尾長い、さあどうだ、当たってる、危険なルカリオ。しかし焦ったら焦ったでそりゃバーストされる。さあどうなる、空中に至る 11%、 少しずつの火力が痛い、植木はまだ飛ばない、回避を打ったが、じりじりとした展開が続いてる。ダッシュアタック、空中へ、空中へ、波動弾掴んでるぞ、この発見まだ飛ばない、波動弾でかいぞ、ただ空中へ、上今日無理しない、はるか選手まだ冷静、一本落とした、じゃ空中へ。優勝したのははるか選手のルカリオ、最後の最後で刃を隠し持っていました。リセットされたが、その後ストレートで優勝まで勝ち切りました。おめでとうございます。